本60円ここにあった60円のやつがあった。花台っていうの下に取ってる、うん、ここは花台とかがあるのか、千代千代っていうの呼び名が、うん、呼び名がムツじゃない、ムツじゃない、ムツ鈴木聖護、ゴミ処理場行くとこ、はいはい、あの上 の, 上の方に上がっていくと、はいはい、ちょっとしたログハウスとかが左側とかに立って、はいはいはい、そこです、結構 何軒かありますもん、やばーい、とりあえず1個ずつでした、ハマグリと。これはもう松茸っぽくシリンで焼きたいと思いますね。松茸っぽく見えるじゃ見える、うん、揚げてる、うん、めちゃくちゃ美味しそう。今日は麻布立山さんで生きたサザエと生きたハマグリを買ってみました。絶対うまいやつだ、ハマグリまだもうちょっとでかいもん、すごいでかいとこ見繕ってくれました。今日は出ちゃう、早く あれを返してくれ、もうかかってやったらもうすごいでかい、すごいでかい、千葉県産の本当の生きた、熱いでしょ、生きたサザエだよ、絶対美味しい。あれ、ハマグリだ。焦っちゃった。これも早く食べた方がいい。ああ、もうこの汁がもうすごい、絶対うまいやつだ。めっちゃでかい。あ、すごいうまい。絶対熱いよ。気をつけて。うん。違ういつものと。うま。やっぱりね。やっぱりお値段張って美味しいのを買えばもう絶対美味しいよ。生きたハマグリなんてさ、うまいよ。私も後でいただく。ペロンっていうとこと見えないな。そっか。でけえ。貝が。でけえな。あ。え？でかい。あ、切れそう。二つの橋とかでやるとか、向きを変えるとか。いける？うん、でかいな。あ、すごい。ほら。でかいね。絶対うまいよ。肝甘そう。うん。
いつものサザエと違う？うまい。塩入れる？あ、一緒こっちじゃない。え？ちょっとどっちでも、そっちやってみて。私のサザエができたみたい。もういい感じ、すげえでかい。色。見て、こんなにでかいの。絶対うまいけど、いただきます。なんて絶対なんか熱いやん。うまい。すごい柔らかい。めっちゃなんか。生きたハマグリって珍しい。熱い。焼肉屋さんみたく牛タンを焼きます。ジュって言わないね。火があれなのかな。今なんとなくジュって言った。火で焼いたら美味しいと思う。あ、いい感じ。よいしょ。そうだね。ジュってあれがなくても焼けてる。そういうもんだよ。次は。これ焼く？うん。でかいでしょ。これはめちゃめちゃおすすめだったので買いました。これ身がすごいよ、このアジは。これあのハサミかな、うん、いくよ。うん、身からだからね、入んねえんじゃねでかっ。頭の方そうだね、うん、どうせ食わないんだから。こっちか、この辺か、うん、でもよかったね、おすすめされて。やっぱシリン出るんだったらこれでかいのでもいける。こんなでかい味は多分初めてじゃないかな。そうだね。これ一人で全部食べるのはあれだね。いやこれ二人用だろう、うん、煙も出てきたし、ちょっと半分見てみよう。どう？いいじゃん。いいんじゃない？いいじゃん。繰り返すよ、うん、いいね。油がほらもうグツグツいってる。グツグツって言わねえ。すごいね、ホッケみたいな身だなこれ。ほんとだね。マジでこれだぜ。私の手もでかいけど、それでもそうだよ。このシリンでわかんない。シリンがすげえ小さいかもしれない。普通のサイズだから。うん、尺だね。尺味ですね。私がこれで20なんだから、30センチ。尺って何？30以上ある。セロリは33だけどね。だから言ったのか。そんな感じ。もういいよ、油がジュンジュンいってるな。いただきます。うん、ふっくらだし美味しい。ほんと美味しい。でかい味だな。ホッケだ、ホッケ。ホッケみたいだね。美味しい。食べな、うん、美味しい。すごいね、すごい。身がでも柔らかいよね。うまい。うん、すごいふっくらする。でもしつこくないから、なんか全然食べれるかも。早いかって。まあご飯に味噌汁だな。ね、ママの焼き芋だけど揚げるからね。かわいいな。いくよ。待って、ピッチくんから。お座りして、お座りさん。待って、ピーちゃんから。ね、芋が大好きだからね。ピロロがつきすぎなんです。ちょっと待って。はい、ピーちゃん。ガツガツやったらママの指食べない。はいはいはい。うん、芋が好きだから。あれだと思う。ね、ハクくんとかスザキちゃんみたくさ、オリコンにはできない。これ、暑さは分かんないんだから。ダメだ、ダメだな。だって置いたら絶対食っちゃうじゃん。ダメだ。こんな落ちてないよ、魚。匂いでやっちゃうんだよ。結局こっちになりました。
うちはダメだよ。もうすぐもう熱いやつで飛びついちゃう。焼けなさい。いいじゃない。日が暮れると寒いよ。これは私が朝海に撮影しに行く格好です。もう真冬の装いです。いいって燃える。いいとダメよ。ダメダメダメ。おいで。ダメダメ。キイちゃん、起こすの。燃えちゃう。きっと焼きになっちゃう。だから、だから、いっちゃいけない。火がすぎる。燃えるからね。本当に大事に注意もいっちゃダメよ。やばい、お母さんも燃える。危ない。バッ。火の粉が。本当。キャンプや。ビーちゃんも。ダメだよ、お前は。もう、胃が燃えちゃう。我が家では、チロルが一番、女が一番強いです。うちの女は強いんです。全然かけないよ。何焼いてんのこれ。いや、焼き買ってきて焼き芋を温めて。え？だってもうワンコもうちのワンコは焼き芋が好きだからね。おやつ兼ママのご飯。本当にあの七輪今日やってみましたけど最高です。で、この七輪はキャンプ場をご利用くださった方は無料で。貸し出ししてますんで使ってください。何焼いてもうまい。またあていうか本当に本当にうち予定ないんですよ。11月も12月もガラガラなんです。予約がない。本当に来てください。お願いします。